久しぶりに自宅のある岡山県倉敷市に戻ってきました。明日から国会また始まりますので、これから東京に戻ります。はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の濱田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和5年の2月5日日曜日で、時間がですね14時15分頃でございます。はい、この後ですね、ちょっとバスで岡山空港まで行って、その後羽田まで飛ぶ予定でございます。というわけでですね、倉敷駅前におります。こちらですね、倉敷駅の北口になりまして、まあ、ペデストリアンデッキが、まあ、こんな感じでねあるんですけれど、はい、以前はね、まあ、テーマパークだったですね、ちょっと千堀公園かな、はい、そういうなんかテーマパークの、まあ、名残で時計台があるわけです。今はですね、まあ、有吉倉敷と三井アウトレットパークが、はい、あります。まあ、非常にですね、倉敷駅前人通りの多いところですね。まあ、ある意味こういう商業施設が、まあ、直通という形で、まあ、ありますので、まあ、休日にですね、はい、人通りが多いというところでございます。私はですね、4年前に岡山県議会議員選挙の倉敷の選挙区にですね、まあ、挑戦したということで、まあ、その準備でここでもね、政治活動させてもらいました。ね、たくさんのね、まあ、それなりにビラ配りをですね、まあ、させていただいたということでございます。ね、NHK から国民を守る党の、はい、まあ、NHK 集金人が来なくなる、ビラ撃退シール、NHK の、ね、受信料支払わない方法を教えるビラとかね、チラシとかね、まあ、そういうのを配りました。アナウンスをかけながらですね、チラシ配りをしていたというところでございます。はい、まあ、繰り返しになりますけどね、まあ、このスペースもね結構たくさんありますので、まあ、ビラ配りには結構ちょうどいいところでございます。今もですね、国境なき医師団の方であったり、あとはですね、検証会の方、あとはですね、エホバの証人かな、はい、の方もですね、チラシ配りなどをされておられますということで、まあ、4年前の、ね、思い出しますと、私ここでですね、はい、まあ、それなりにチラシ配り、ビラ配り、撃退シール配りを、まあ、させていただいたわけですが、何度もね、私のお手伝いしてくださった方おられました。まあね、名字だけ言ってもいいかなと思います。岩田さんという方ですね。本当に何度もですね、ここにお手伝いしてくださいました。本当にありがとうございました。そして、もう一人はですね、はい、加古川市議会議員選挙で、NHK 党、 NHK から国民を守る党で2回、ね、立候補された、浮田金次さんもですね、何度も来ていただきました。加古川市から、ね、ここまで結構遠いと思うんですけれど、まあ、それでも、ね、何度も来ていただきまして、本当に浮田さんもありがとうございました。ね、一昨年かな、加古川市議会議員選挙を、ね、お手伝い行かせていただいたんですけれど、まあ、ちょっとね、十分なお返しができてないことは、私も理解をしているつもりです。また浮田さんの方からですね、何か私の方でできることがあれば、ご協力させていただきたいと思います。ということで、まあ、今回ね、倉敷に戻ってきた理由の一つにはですね、確定申告ですね。はい、まあ、3月ね、十何日が、まあ、確定申告の、まあ、期限ということで、まあ、基本的には税理士さん任せなんですけれど、まあ、税理士さんに書類を提出する必要があって、その、ね、書類を一応回収したというところですね。まあ、これはスキャンしてメールで送ればいいということで、とりあえずね、まあ、極端な話、紙の書類を取りに来ただけとも言えるわけですね。これね、まあ、銀行からの書類なんですけれど、銀行がですね、Eメールでやり取りしてくればですね、くれればですね、もう今回このクソ忙しい時に倉敷まで帰ってくる必要はなかったんですね。まあ、倉敷に帰ることは、ね、私も非常に好きな町ですので、まあ、いて落ち着きますので、倉敷に帰ること自体意味がないとは、ね、全然ないんですけれど、まあ、それでもですね、結構忙しい時でもありますので、まあ、あえてね、この時期にというところでもあります。というわけで、まあ、銀行さんもね、まあ、私の取引させていただいている信用金庫さんはね、Eメールで書類のやり取りさせてくれるんですけれど、銀行さんになるとちょっとね、その辺のやり取り
まあ、少しずつ柔軟性がを持っていただいているとはいえですね、まあ、なかなか時間はかかるのかなという気はします。というわけで、まあ、久しぶりにですね、この倉敷駅前の、まあのどかな雰囲気の中、まあ、動画の方を、ね、撮影しているというところでございます。というわけでですね、まあ、ちょっとね、昔話をさせていただきました。まあ、昔話といってもね、そんな昔でもないですね。もう統一地方選挙、前の統一地方選挙4年前ですので、ということです。で、まあ、今ね、私この格好なんですね、スーツの上にコートを着ているんですけれど、やっぱこれ今はもうこの格好だと暑いぐらいですね。日向に出るともう本当に汗かくぐらいです。ということで、まあ、もうすぐ春だなというところでございます。まあ、日中ね、まあまあ、まだまだあのね、気温差、まあ、それなりに、ね、あの波があると思いますので、今後ももう少し寒い日は続くかもしれませんが、これ、まあ、そろそろ3月に入ったので、まあ、暖かくなってきたんだろうなというところでございます。というわけで、まあ、懐かしい雰囲気を感じながらですね、はい、倉敷駅前、こちらの雰囲気をね、久々の雰囲気を楽しんでおります、ね。この倉敷駅のね、駅表っていうのかな、まあ、あの駅の名前を書いた表、まあ、これもね、味がありますよね。同姓なのか、まあ、ちょっと分かりませんが、はい、年季があって、まあ、非常にいい感じだと思います。というわけでですね、明日から国会です。明日はですね、参議院の予算委員会がありまして、私はトータル17分の質問時間かな、いただいております。憲法改正などね、お話をさせていただく予定です。まあ、あとはね、 LGBT 関連法案のことについてもね、少しお話をさせてもらう予定でございます。で、次はですね、火曜日水曜日予算委員会なんですけれど、火曜日は私の質問はなくて、水曜日に私の質問があります。で、木曜日にはですね、予算委員会と総務委員会両方あります。いずれも質問があります。まあ、ちょっと時間がね、予算委員会と総務委員会でかぶってるので、なんか時間調整するとかね、まあ、言われてますけれど、まあ、なかなかね、議員一人で1会派の質問機会すべていただいておりますので、なかなかね、忙しいですね。まあ、無理せずにですね、もうかぶった分はどちらか一方のみというやり方も、まあ、ありとは思っております。というわけでですね、はい、倉敷駅からお送りをさせていただきました。はい、ちょっとね、一般の方は映り込んでしまいましたけど、申し訳ありません。というわけで以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。はい、改めまして、岩田さん、そして浮田金次さん、どうもありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。